会場のみんな、こんにちは。初音ミクです。今日は来てくれてありがとう。みんなの前で歌うことができて、とても嬉しいです。今日歌えるのは、ほんの数曲だけだけど、どれもみんなが私に歌わせてくれた大切な曲たちです。一曲一曲、精一杯歌うね。みんなも一緒に盛り上がろう。もう待ちきれないっていう感じだね。それじゃあ、ミュージック、スタート!鏡ね、リンだよ!よろしくー!実はね、レンと一緒に、カレンダーでカウントダウンしてたんだよ!鏡ね、レンだよ!リンも話してたと思うけど、1ヶ月くらい前から、2人でカウントダウンをしてたんだ。モグリのウンコです。こんなにもたくさんの人が来てくれて、とても嬉しいです。ここまで楽しんでもらえているでしょうか?メイコよー!ありがとう!これまで、たくさんの歌を歌わせてもらって、たくさんの人に応援してもらって。カイトだよ。よろしく。大きな声、ありがとう。よかった。みんな、楽しんでくれてるみたいだね。星野一花。今日は、私たちのライブを見に来てくれてありがとう。天馬咲です。宮女の1年生でソフトテニス部に入ってます。趣味はファッションやメイクの動画を見ること。望月ほなみです。中学の頃吹奏楽部でパーカッションをしていたのでドラムを担当することになりました。日の森志保。これで十分でしょ。あとはこうやってちょっとソロパート弾けば。でも他に言うことなんて。花里みのりです。あれ、どうしたのみんな。アイドル、未経験アイドルってダメなの。桐谷遥香です。こうしてもう一度アイドルとしてステージに立ててすごく嬉しいな。知っている人もいると思うけど。桃井愛理です。みんな、私帰ってきたわよ。みんなの待つステージに。日の森しずくです。まずは謝らせてください。たくさんご心配やご迷惑をおかけしてしまって。あずさは小羽です。宮益坂女子学園の1年生で飼育員を。白石杏です。今日は私たちの歌を聴きに来てくれてありがとう。もともとは小羽と2人で。東雲明人です。あ、なんだよ、ですっていうのが気持ち悪い。知るか。青柳東也。あとは何を話せばいい。 MC はいつも秋人に任せていたし。天馬司、輝きすぎる未来のスター天馬司です。我々のショーはおとぎ話の世界。オートリウムだよ。M って名前可愛くて面白いでしょ。この名前は私がいつも笑顔でいられますように。草薙ねねとねねロボは、まあびっくりするかもしれないけど、こう見えて歌って踊れるロボットです。上城瑠衣と申します。以後お見知りおきよ。我々のステージには人間の役者だけでなく、酔崎かなで、主に作曲を担当して。本名じゃなくてハンドルネーム。朝比奈真冬です。サークル内では主に作詞とミックスを担当することが多いです。私が作った曲を K が聴いてくれて。ナイトコードでの東雲エナじゃなくて、私は K に誘われてイラスト担当としてサークルに入りました。アミヤだよ。せっかくだから今日は僕が動画を作るようになったきっかけとか教えちゃうね。僕昔から可愛いものが好きで